プップ主のバンボットだぜ。生徒のマリサです。オタクヤは始めるぜ。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。ついでにウプ主のバンボット作者ページも覗いてみてくれ。それからプイッテアのフォローも頼むぞ。師匠、今回のテーマは何ですか？前々から温めていたのだが、ホグワーツ魔法学校について考察しようと思う。お、ハリーポッターで一ネタですね。やりましょう。マリサよ、お主は学校に通ったことがあるかな？そりゃあ、もちろんですよ。ただ残念なことに、習ったことほとんど覚えちゃいませんがね。そういう人は多いと思うな。ただ、ホグワーツのほか、魔法学校では違うはずだ。魔法学校では魔法を教えるんでしょう？違うのは当たり前じゃないですか？ところでなぜ、魔法学校では魔法を教えるのかな？なぜって、魔法使いたちに魔法を教えるのは当たり前じゃないですか？以前、わしがお主にハリーポッターはなぜ魔法が使えるのか、と教えたことがあったな。ああ、確かハリーは魔法使いで、無意識に魔法の力を発揮してしまう、とおっしゃってましたね。だから魔法の力を制御するため、呪文や杖が必要だと。そうだな。魔法使いが魔法の力を制御できないと、周囲のまぶる。普通人に変な目で見られる。挙句の果ては、中世の魔女狩りだ。それは魔法使いにとっても、危険なことなのだ。思ったんですが、SF で超能力者テーマってあるでしょ？超能力者が、世間の迫害を避けるため隠れて暮らしているって。そうだな。ハリーポッターの話には、そういう側面は語られていないが、裏には迫害の危険性がテーマとして隠されているはずだ。じゃあ、魔法学校とは魔法使いたちを守るために、魔法を教えていると？それもあるが、魔法使いたちにとっては魔法は我々の電気や、動力と同じ生活に必要なものだ。そうですね、映画を見ると魔法使いたちは実に生活のあれこれを、魔法で処理しています。魔法使いたちは生活を全面的に魔法に頼っている、と言っていいな。魔法学校の必要性も、そこにある。なんか羨ましいですね。私も魔法が使えたらな。お主は魔法使い、という設定ではなかったか？あ、そうだった。つい忘れてた。それは置いといて、魔法学校で教えるのは魔法の授業だけだというのは、わかるな？そうですよ、何も不思議じゃないでしょう？それじゃ普通の学校で教えている、算数とか、科学の授業はないのだろうか？うん、そんな場面、映画では見たことないですね。確か原作にも、そんな授業は登場しないはずだ。つまり魔法使いたちは、我々が普通習っている数学や、科学の知識は持っていないということだ。いいんじゃないですか？だって、私だって学校で習った数学や、科学が生活に役立つとは思えないっす。そうかな？確かに直接、役立つとは言えないが、実は学校で習う授業は科学的思考を身につける訓練になっているのだぞ。え？どういうことっすか？学校で科学の実験をしたろう？化学なら、ある薬品とある薬品を混ぜると、ある結果が出る。それにはこれこれの理由がある、と教科書に書いてある。そりゃまあ、そうですが。科学実験は基本的に、誰がやっても同じ結果が残ることを前提にしている。しかし魔法学校では違う。ハリーポッターのシリーズを通してみると、明らかに魔法使いによって、才能の違いが強調されるな。魔法の力が強いもの、そうではないもの、はっきりと差があることがわかる。そうかもしれませんね。ハリーは周囲から特別視されますし、敵役のヴォルデモートも強い魔法使いのように描かれています。魔法学校ではある呪文を唱えると、ある結果が起きる。その意味では学校の授業と同じかもしれないが、魔法使いによって、使える呪文と使えない呪文があるらしい。多分、魔法学校で教える魔法は、ごく基本的なレベルなのだろう。最低限、生活に困らない範囲の魔法だ。それって自動車教習所みたいですね。そうかもな。魔法学校を卒業して、さらに高度な魔法は各々自発的に習得しなければならないのかもしれない。ふと思ったんですが、ハーマイオニーって、確か両親は魔法使いではありませんよね。そうだな。しかしホグワーツでは熱心な勉強家で、ハリーや、ロンにいろいろアドバイスするお助けキャラだ。それなのに、どうして魔法学校に入学できたんでしょう？両親が魔法使いでないとすると、魔法学校の存在など、知らなかった可能性がありますよね。もしかすると、魔法使いを感知するシステムがあるのかもしれないな。ハリーも、成人になる前は匂いがついていると説明されているからな。ヴォルデモートも、トムリドルと知られた子供の頃、校長のダンブルドアに発見され、魔法学校に引き取られている。それで魔法学校の存在を知らないはずの、ハーマイオニーも入学を許されたんですね。ただ、ハーマイオニーやハリーは、マブル、つまり魔法の力を持たない普通人に育てられたから、マブルの社会については理解している。だが魔法使いの家庭で育てられた人間はどうか？ああ、そうか。もしかしたらロンはマブルの社会について、あまり知識がないかもしれませんね。そうだな。それでも、ハリーやハーマイオニーと友人だし、父親はマブル製品についての専門家だ。だから純粋の魔法使いに比べると、知識は豊富かもしれない。それじゃハリーのライバルになる、ドラコはどうなんでしょう？彼は純粋な魔法族であることを、ことあるごとに自慢していますよね。そうだな。ドラコのように、生まれながらに魔法族の中で暮らしている人間は、普通人の社会では戸惑うことが多いかもな。確か駅の自動改札で通り抜けられない、なんて場面がありましたよね。それを魔法で解決しようとする。もしかしたらコンピュータには、魔法は効かないのかもな。今気がついたんですが、ハリーポッターは現代の話ですよね。それなのに、あるものが出てきません。それを言おうとしていたのだ。スマホだろう？ハリーたちはスマホを持たない、いや、その存在すら知っていない可能性がある。そういえば、電話をかける場面もありません。電話ボックスはありますが、魔法省への抜け道でした。そうなのだ。
親しい人との連絡には、袋瓶を使う。ラジオはあるが、テレビはない。いろいろ普通人にはある仕組みが、魔法の世界には存在しないようだな。そうなると、魔法の世界って不便かもしれませんね。多分、ゲームもないでしょうし。魔法族にとっては、当たり前の社会なのかもしれないぞ。実はハリーポッターのシリーズについて、ある疑問がある。何ですか、その疑問って？それについては、次回の動画で解説しよう。それでは次回の動画をお楽しみに。